すぎますよ、これは。確かにおかしいわね。マリアちゃん、怖いよ。大丈夫？もうこれ以上探してたら俺たちの身が危ないぜ。どうしますか？しょうがない。今日は一旦家に戻りましょう。ニナも子供じゃないし多分大丈夫よ。それじゃあ戻りましょうか。今の姫、こっちだ。この匂い、間違いないな。血ですね。誰もいないみたいだぜ。行きましょう。もう息はないな。なんてむごいこと。それよりまだ犯人がこの辺りにいる可能性があるんじゃないでしょうか。ありうるわね。マリアちゃん、誰もいません。そうですね。いや、いるよ。どうやら主役のお出ましのようだぜ。マリア、何考えてんだ。戻ってこい。
ようやく会えたね、マリア。マリアさんの知り合いなんですか？あの人を殺したのはあなた。さばいたんだよ。ふざけないで。今までの殺人も全部あなたの仕業なの。俺はあの時言ったろ、もう答えは出ている。獲物はあと2匹だ。2匹の獲物を狩ることができれば俺の復讐は終わる。復讐？それじゃ俺はこの辺で失礼するよ。これが最後じゃないよ。また会えるさ。そういえば、俺には名乗る名前がないってあの時言ったな。ならば俺についているあだ名を教えよう。俺の名前は切り裂きジャック。そう、100年の昔からそう呼ばれている。切り裂きジャック。それじゃあまた会おう。マリア、大丈夫か？それよりマリアさん、あの男の言ってたこと。本当よ。あの男は間違いなく、100年前、この霧の都ロンドンを恐怖のどん底に叩き落とした張本人。切り裂きジャック、その人よ。ジャックの事件から100年も過ぎてるんだぜ。私も今日彼に会わなかったら信じなかったけど、私彼に会ってるのよ。100年前のロンドンで。タイムスリップですか？なるほどな。厄介ですね。だけどなぜ100年以上も生きていられるんでしょうか？まさか不老不死？そうかもしれませんね。信じたくはありませんが、地球や血が不老不死の作用を引き起こす鍵になっているってことは、あながち嘘じゃないのかもしれませんね。現実に目の前で起こってるのに、全ては闇の中か。アイさん、一人で行動すると危ないですわよ。
直したんですか？時計が落ちてるの。時計？落とし物でしょうか。暗いから落とした人も気づかなかったのかもしれないわね。レミカさん、ちょっと見せてもらえますか。どうぞ。かなり古い懐中時計ですね。動いてるのか？動いてますけど、この時計、型が古い割には少し綺麗すぎるような気がするんですよね。どういうこと？今と違って昔の人が高級な時計をコレクションするとは思えないですから、少し傷んでいてもいいと思うんですけど。でも誰かがコレクションしてたんじゃねえのか？そうですね。違うよ、これは。バカな。どうしたの、シュンウェイ。この時計、もしかするとジャックの持ち物かもしれませんよ。なんだって？これがどうかしたんですか？1888はジャックが切り裂き事件を起こした年号。そして残りの5つのイニシャルは会社の娼婦の名前なんです。本当か？そしてこの下に書かれているのが今年の年号。5つのイニシャルのうち2人は今までの被害者、この3番目はおそらく彼女のイニシャルでしょう。それじゃあ後の2人はこれから殺す娼婦のイニシャル。間違いないでしょうね。SKNH か。深夜、今 NH って言ったわよね。NH、 ニナ・ハリス。ニナさんが。そういえばさっき聞いた話だと、ニナさん黒ずくめのコートの男と一緒にいたって言ってましたよね。そんな。マリア、大丈夫だよ。違うやつって可能性もあるだろ。
マリアさん、大丈夫ですよ。この時計がある限り。サイコメトリーか。そうと決まれば、一度家に帰ってしおりさんにこれを調べてもらおうぜ。どうですか、しおりさん。焦らないで。ありがとう、マリアちゃん。それで、しおりさん、どうですか？結論から言うわ。皆さんは生きてるわ。よかった。だけど、どうしたんですか？今は生きてるわ。ただ数時間後の皆さんのビジョンが見えないの。それじゃあ、もうすぐニナが殺されるって言うんですか？マリア。しおりさん、何か手はないんですか？ないこともないわ。私が見たのはあくまでも未来の出来事。それならば変えることも可能なはずよ。なるほど。マリアさん、まだ希望は残ってますよ。そうね。私たちが落ち込んでちゃ何もならないよね。その通りですわ。しおりさんの話だと、まだニナさんは生きていらっしゃるんですから。それと、もう一つ、彼、ジャックが住んでると思われるビジョンが見えたわ。どこだか分かりますか？詳しい場所は分からないけど、十字架が二つ見えたわ。一つは木の十字架、もう一つは赤い十字架。
つの十字架。漠然としてますね。十字架って言えば教会よね。それともう一つの赤い十字架って何のことなのかしら。マリアさん、赤い十字架って病院のことじゃないでしょうか。そっか、なるほど。それじゃあ奴の住処から教会と病院が見える場所を探せば。この辺りで教会と病院が同時に見える場所といったらロンドン病院ね。そうですね、多分ホワイトチャペル地区ステップニーウェイの通りの近くでしょうね。それともう一つ、彼が住んでいるアパートは今は誰も住んでいない空きアパートのはずだわ。これだけ分かってれば場所を探すのは楽ですね。それじゃ早く行きましょう。そうですわね。ちょっと待ってくれ。なんで、早くしないと。マリアとレミカ、そしてしおりさんはここで待っていてくれ。何言ってんの、冗談じゃないわ。興奮するなよマリア。だって来るなとは言ってないよ。とりあえず俺と俊英の二人で場所を探して見つかったら連絡をする。その方が安全だ。マリアは奴に顔を覚えられている。そうですよマリアさん、別に見つけたからといって僕たち二人で乗り込むようなことはしませんから、安心してくださいよ。マリア、分かったわ。深夜の言う通りかもしれないね。それじゃあ深夜、頼んだわよ。ああ。